本当は私は帰る気がなかったんですよねね帰る気なかったもんね <laughs> そう帰る気なかったんですけどすごいね効果経由したのかそうそうそう私はね帰る気なかったんですけど短いので 修行ョい。行ギい。でもそれ怪獣怖い。お子こちゃん、ひーちゃんのこと覚えてましたよ。はいで。私は帰る気がなかったんですけど、ね、お姉ちゃんがね、福岡にいたということで、一緒に帰ってきました。ふっかるで。ふ <laughs> だから、今、今さっきつきました。ただいま。さあで出るの全然入れないよ。<laughs> もうすぐ帰っちゃうに等しいでもなんかいいやと思っていいやと思って何も持ってきませんでしたねっねっひいちゃんひいちゃんはああれ取ってあれ取ってバッグ取ってひいちゃんのバッグ取ってキラ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 バッグ持ってきて、うん、ふうあそうそうそう持ってきて うん、重いけど持ってきて頑張ってうんちょっとバカかなそこからもそこを持つのはアホだねありがとうねありがとうねあひーちゃんのお手手まで持ってきてくれてもいいけどありがとうねありがとねありがとう,、ね、あ,りがとうありがとうございます私の荷物私の荷物これだけです <laughs> これで来たんかすみんとゆと雪うしに行ってきたんですね。あの3時ぐらい3時ぐらいにかすみに誘われて雪帽子しに行ってきてで夕方くらいにお姉ちゃんが福岡にいることを知ったのであのハイそうはいしょさんじゃないよひーちゃん。<laughs> そうそれで雪帽子しに誘われたので行ってきたんですよ。 してお姉ちゃんが福岡にいることを知ったのでえ福岡だったら近くねって思ってあ帰ろうと思って,思ってそのままそのかすみんとおるときの格好と荷物でだから財布と日傘とエコバッグとイヤホンとリップしか持ってきてなくて服もないしそうこれで帰ってきたんです初めて 今までこんな荷物でもっと帰ってきたことないんですけど何も持ってきてないんです充電器も持ってきてないです本当にびくりおやすみ <laughs> おやすみ<あ>おやすみ気をつけてね <laughs> 階段から落ちたら <laughs> うん、階段から落ちるのやめて気をつけてねあ明日はねおやすみそう、エニーさんお、エニーさんお久しぶりお花ありがとう 充電器はお姉ちゃんに借りましたなのでゆうきさんお茶ちありがとうそうだから私さこんなに荷物少なくて実家に帰ってきたことないんですけど、まあ、どうにかなるかと思って帰りなんか家に帰って一旦出てから来るのが嫌でそのまま来ましたそうだから今日はもうなんかマジで何も持ってきてないですそうそう うんうんそういちご味そうだよそんなのりってやつそうですその場ののりで帰ってきましたふかるですわたくしそうそかつさんありがとう帰りたい帰る帰りをしたいゆびきは帰っといでゆびき私広島と大阪行くおサインとお話聞けましたえう、ー、れしいさんうれしい 楽しもうね、たくさん、お話。お話ししよう、サインも書くねー。うんし。ユーナン、ずっと携帯探し配信してる。<laughs> 今日さ、な、ビューミソカツさんありがとう、相談したたるま、ありがとう。実家にいろいろと置いてないんですよ。私の荷物は一個もないんです。はい。え、待って。ちょ、待って。 ちょっと待って。あのさ、私の家族さ、寝ちゃったんですけど、私、服も何も持ってきてないんですけど、みんななんかそれでいいさとか言ってたのに、服も何も貸してもらってないんですけど、どうしたらいいかな。お風呂にも入ってないんですけど、まだ。え私もしかして、え <laughs> やばすぎ。みんな帰っちゃったけど、服も何も持ってきてないんだけど。 ゃ長崎連れて行ってくれないのって言ってた <laughs> いいえ連れて行かないよ。楽しいイスさん、フラシカありがとう。カフェさん、お花ありがとう。姉ちゃん、ハトありがとう。ふっかるの響きマジで結婚して嫌だ。嫌だ。猫結婚して嫌だ。お姉様じゃないのよ <laughs> <laughs> うん、うん。姉ちゃんの服もないし、ママの服も。 もう寝ちゃった。小学校で寝るしか。も、ま、う、あ、ここら辺になんか服ぶら下げたるから勝手に着てもいいかな。ちゃめちゃパイシーしないよ。明 <laughs> 日香川のツアー行ってく。え、行ってらっしゃいそうだね。香川楽しんでくださいな明日。服届ければ。ね、服届けてください。マジで何も持ってきてないんです。マジでこれだけ。どうしよう。 マジで何も持ってきてないの。服。服一式何も持ってきてない。大事な、大事なものも持ってきてないしね。<laughs> ハんたくん、あっありがとう。カラコン買いすぎる。ありがとう。え、久しぶりにね、ガチカラコンをしてみたんですよ。でももう目が疲れたので、撮りたい。結婚して。結婚しないけど。<laughs> KHK さん、お花ありがとう。こそり来てみよう。怒られる未来が見える。怒られる未来見えない。実家はいいですよ。キラキラカバンだけ。そしてね、聞いてください。キラキラカバンが壊れました。最低じゃないこないだ買ったばっかなのに。こないだ買ったばっかに、取れたんです。やばくない取れたんです。私、これしかないのに寿命が。じゃあ今日も可愛いありがとう。ケチさん、ありがとう。たくん、ありがとう。 うん、みーちゃんのゴールドリック過ごし。ね。そうないんよ。マジで、ほんとに、6時、5時ぐらいに、あ、帰ろと思って。マジで。ほんとに。もうなんか、休み少ないから、もう絶対帰らないって今回決めてたんですけど、別にやることないし、なんかでも高いなと思って帰るのに。なんか数日だったらもったいないなと思ったんですけど、 でもなんかそれ言ってたらもう帰れないかもしれないなーって思って帰ってきちゃったそう帰ってきてでさっきマジでさっき着いた30分前に着きましたなおさんおはんありがとう修理できたらね縫おうかなってシーツアートありがとう タッ結婚してありがとうしないけどねー何時間か,かった3時間半ぐらいですかね途中でラーメンを福岡で食べたので美味しかったマジで替え玉長崎帰るな座られてくださいわないよタイミング大事マジ落ち着

ありがとうございましたお花ありがとう久々の実家マジ4か月ぶり5か月ぶり5か五か月45か月ぶりですねはいうんちょっと寒いっすねえ私帰ってきたんやちょっと待ってびっくりだから私本当にマジに帰る気なかったからさ 本当に部屋も片付けてきてないしやばいんですよ普通に部屋も片付けてきてないし何も服持ってきてないしって結構やばいっすねクルメとか乗り換えるんかなと思ったけど久留米で乗り換えないよいつも博多でおりますそう博多にお姉ちゃんがいたので博多でお姉ちゃんとラーメン食べて帰ってきました 悪になって死にしてないですねだから実家帰って何するえ実家帰って、うん、何もしない親子たちとたわめれるかご飯食べに行くかですねマジ交通ひいたいよマジでうん商店街練り歩かないよ でもさ、ここのさ実家のここの光バーリ漏れるんですよこの光めっちゃよくない実家までの交通費マジで高いマジで荷物本当にこれだけ <laughs> マジでやばい服も何も持ってきてないもう見どころ満載やな見どころ満載だったってか久々にママに会ったら えなんか「過去一肌荒れぐくね?」って言われました <laughs> そう「過去一肌荒れ肌どうしたん?」って言われた「過去一肌荒れやばいよ」って言われて「分かってるよストレスだよ!」とか言ってた <laughs> そうなんです家族はびっくりしたんで「ね家族なんで帰ってきたん?」みたいな感じだけどね 新幹線だねやばい疲れたこう帰ってくるだけでもう疲労がすごいでもほんとにさこっちにいる時間は短いのでそんなにさくつろぎくつろぎはできないんだけどまあまあまあ とりあえずばあちゃんのごはを明日から食べれるってことで私は幸せです <laughs> でも聞いてください今日ねひ人でねあの動画アニメとか鑑賞するためあのアイスとか,なんかチーズケーキとか家で買ってたのに、うん普通にそのことを忘れてふっかりでこっち帰ってきちゃったから食べない結局 <laughs> あと、お肉も買ってたのに、賞味期限がもう11日までなので、明日で切れちゃうから、食べれないんですよ。こうやって食料をね、無駄にする、頑張った響きでした。はい。そんな感じでね、まあ、実家帰ってきたのはいいんですけど、まぁ、あ、そうやってなんか無駄な、あれを消費してまして。まじもったいないよね。まあ、でも仕方ない。 さんあ,とありがとうラブイッチさん結婚してしないよ <laughs> うーん眠い真面目メイり肌はね加工されてますから多少は実家だよ、うん、冷凍そう冷凍してくればよかったと思ってまジ最悪1個は冷凍してきたんだけどピエンです つい食べます私は食べれない <laughs> 数日私は怖いから怖いから食べれないんだよね今目に光りなかったそう。ヨギさんありがとう誰もハルさんあとありがとう。 時間あれば頑張ってくださいね。あと元気よると。ってちゃんこんばんはこんばんは。うん。こうカラコン目が開けづ、あと移動してきたので疲れた。うん。これさマジでさ実家まで帰るのいいんやけどさもう移動でマジで疲れるからさめんどくさくて帰らないんですよいつも。マジでなんでか今日はマジでふっかるできちゃって。う 多分お姉ちゃんが福岡におらんかったら帰ってきてな私は一人で家でアニメ見てたと思いますそうマジで言いたいこと分かるでしょマジ本当実家っていいんやけど帰るのがめんどくさいでね来週から自習で逃げたいえっ、ー、逃げな <laughs> 逃げたいよね でも逃げた後に違うねでも頑張った後に何かいいことがあるかもしれないでも私も毎回思うんですよ私もダンスでさなんか毎回振り入れの時期が私はいつも辛くていつもあの振り入れの時がいつも辛いんですけど なんか結局達成感で最後終わると思った瞬間にマジでやってきてよかったっていつも思うから <laughs> だから「頑張ったらきっといいことがあるよ」そう逃げた逃げちゃったらさ後からすっごい私は罪悪感を抱くタイプだから「頑張れ」 山にあんまり見たえマジで全部見たマジでもう一回見返そうかな実家でかん大歓迎されたされないよ <laughs> 普通にお帰りすらも言われないよ <laughs> 普通に普通にあっんかもう普通に家に帰ってきたみたいな感じ確かにね乗り換えると時間がそうなんねん そう、新幹線でパッて行ければいいのに。し信。配めチケットもうない。もうないんよ。そう。ひいちゃんに会えるのほんと待ちべえー。嬉しい姉、えー、ちゃん。そうね、うもああ、おねえ。きちゃん誰もありが、ま、とう。長崎大イツアーできますよ。ね。ツアーしたいよ。み、えーちゃんパフォーマンスいいからちゃんと頑張ったのよ。って。マイクは持ってますよ。う、え、れ、ー、しい。そうなんですよ。まあ、じゃ私ダンスを覚えるの得意じゃないから。 すっごい嫌いなんだけどでもやるしかないと思っていつも頑張ってますのうちゃん頑張ってねとまきさんってありがとうなんか胃もたれしてきたかも胃が気持ちよくなってきたラーメン買いだめしたからくまるパパありがとうありがとうありがとうね あんまだけ好きありがとう。彼もやれないそうよメルク嘘つかないで直オさん花ありがとう。タカあったありがとタカあったいだの食べに行きますもう絶対行くじゃーテロップないでしゅーんクターロさんはワイタンありがとう。ーチャーあありがとう。眠いわずに帰ってきたえ帰ってきたのはどれかえもう言ってたもう言ってたもう帰ってくるって決まってとしたらお姉ちゃんがもうパって言ってたから私が言わなくてもお姉ちゃんが言ってるので マイトーーありがとう寒いんやけどここなんででラららってアニメ知ってるえ知ってる名前は知ってるよ運転いや電車で帰ってきたお姉ちゃんと電車で帰ってきたんです今回はお姉ちゃんは電車で行ったらしいっすは <laughs> 姉ちゃんありがとうレイボーしたありがとう見たってことありがとうちょっとじゃあそろそろやめようかな どうしよう明日かメイク道具持ってきてないのできっとすっぴんお姉ちゃんたちのメイク道具を借りるかすっぴんですどっちかですあこれは写真はないですねうん多分遊び行かないから遊び行かないので写真とかは撮りに行かない普通に今回はガチのお休みですそうなんよ お姉さんと響きとのメイク道具って全く違うからさ自分かわいいせっかく帰ってきたのにメイクしないってねとにかくね中撃に実家に帰ってきました予定もなくうん悔しんでありがとね じゃあ、そろそろね、終わりたいと思います。じゃあ、団長読んでいくね。では、13位、ワーカーさん、12位、森健ギがさん、11位、有さん、10位、マルシさん、9位、小平さん、8位、棚た奈くん、7位、湯ののえさん、えー、6位、たっくん、5位、エリーさん、4位、オグリー、3位、たっくん。あー、勝った。勝った <laughs> 勝ったよ <laughs> では、もう一回。 では十三位マルスさん、十二位コダイロさん、十一位トマキさん、十一位タナタナくん九位ノエちゃん、八位タックン、七位エリーさん、六位ヨグリ、ン五位タックン、四位福太郎さん、三位クマネパパ、二位佐藤さん、一位はケイイチケイさんでした。ありがとう。ありがとうごじゃったよみんな。 ありがとうございました。皆様。ありがとうございました。みんなありがとうね。じゃあみんなまた明日会いましょう。早く寝てくださいね。メイク落とさなきゃ、こんばは。寝ちゃいそうです。じゃあみんなまたねー。おやすみなさーい。バイバーイ！